どうも、阪神タイガース応援チャンネルの主、ケンタムと申します。よろしくお願いします。本日の動画はですね、一つ報告したいことがございます。3月3日、僕の動画でですね、3月3日、ソフトバンク VS 阪神オープン戦について個人的考察という動画が再生回数50回を突破しました。ありがとうございます。本当にね。僕の最近の動画はですね、時間を短くしてるんですよ。その理由は、普通にね、YouTube を見るにあたって、僕個人としては、面白い動画というかね、これはじっくり見ようっていう動画を除けば、基本的に 1.5 倍速で見るんですよ、僕はね。なんで、そういう方もたくさんいるかなというのも考えて、18分とかね、20分近くの動画っていうのは、この人の動画だから聞いてやるか、でも20分あるしなーって。だってね、単純に5分のやつを 1.5 倍速で見たら3分ぐらいで見れるわけじゃないですか。3分は言い過ぎかな。まあ、4分ぐらいで見れるわけじゃないですか。だから時間の省略というかね、片手間でできるし、5分以内だったらちょうどいいなっていうのも考えて、僕はちょっと5分以内、まあもしくは10分以内という動画を目指してるというかね、聞きやすいようにしたんですけど、その昔のね、昔というか、まあ投稿し始めて1週間足らずなんですけど、1週間ぐらいなんですけど、最初の方のね、長い動画の方がね、50回、視聴回数をね、50回再生されたということでね、僕的にはね、一つずつ、進めていこうと。100万再生とかね、すごい方々が YouTuber でいる中で、僕はね、100回再生とか、まあ、1000回再生とかね、そういういろんな目標を持ってやられてる方もいると思います。だけどね、僕はね、一つの目標として、全部の動画が、50再生いけたらいいなと思ってね、やって毎日投稿を続けてるわけですけど、まあ、その中でね、一番最初の方の動画がね、3つ、最初の方のね、阪神タイガース2019年個人的予想スタメンと、3月2日ソフトバンク VS 阪神オープン戦についての個人的考察と、まあ、今日さっきほど言った同じく3月3日のオープン戦の個人的考察っていう動画が、50回再生を超えたということでね、報告というかね、なんというかね、皆さんに聞いていただいてもね、正直あんまり嬉しいのか嬉しくないのかっていうかね、僕自身は嬉しいんで、これをね、一応報告という形でさせていただくんですけど、この50回再生というのはね、自分一人でね、なんか昔あったみたいですけどね、その再生回数を稼ぐためになんかやったっていうのがね、でもそういうことは僕はしてないと思うんですけど、僕のね、話をしてる人がいないんでね。でもこうやってちょこちょこやってきた中で50回再生というのを迎えられたのは、リスナーさんの皆さんがいたからというね、すべて聞いてくださったかって言われたら、そうではない方が大半だと思います。だけど50回再生を超えたということが僕のモチベーションになっていくので、これからもね、毎日投稿を続けていけたらなというふうに思っております。またね、チャンネル登録者さんも増えて、ちょっとずつ増えてきてますし、もっともっと増えてきたら、ライブ配信とかしてね、喋りながらやりたいっていうね、僕はね、幾度となく言ってるんですけど、阪神の話をしたいから YouTube を始めたと。で、僕が一方的に話してるだけだと、面白くないとまでは言わないんですよ。僕が話すのが好きなんで、こうやって報告という形でもそうですし、皆さんに聞いていただけるだけでも楽しいんですけど、チャットとかっていうのがあるじゃないですか。そういうので、話しながらやるっていうのも大好きなんで、僕のライブ配信で、集まってくれる方がね、ある程度見込めたら、ライブ配信とかもやっていけたらなというふうに考えておりますので、よかったらその時までね、ついてきてくださる方がいるなら、皆さんと一緒に頑張っていきたいなと思っております。というわけでね、本日の動画は以上となります。よかったら高評価、チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いいたします。というわけで失礼いたします。